チューチューチューしましょう。ラベンダーの畑、ゆゆゆめ持ってみんなみんなおいで。ハッピーヒッピーハートふっくらこと姫チャンネル。ハッピーヒッピーハートふっくらこと姫チャンネル。お聞きの放送は83.4MHz FM 世田谷琴姫チャンネルです。インターネット放送局 IS フィールドでも配信を行っております。 URL は www.is-field.com www.isfield.com です。はい、今夜もゲストコーナーやってまいりたいと思います。今夜のお客様は定築エンターテインメントの葉月みなみさんです。こんばんは。こんばんは。はじめまして。はじめまして、葉月みなみと申します。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。はい、初めてね、琴姫チャンネルにねご出演してくださるのに、はい、コロナのせいでね、はい、そうですね、はい、お電話でのご出演でね、ここにプロフィールいただいてるんですけど、はい、葉月みなみさんとってもなんか可愛らしい女性かなと思って、はい、ありがとうございます。ね、嬉しいです。もう本当残念、お会いしたかったですよ。お会いしたかったです、琴姫さん。ねえ、はい、葉月みなみさんは6月23日に、はい、定築エンターテインメントさんからね、はい、めでたく新曲をリリースなさるんですけど、この、はい、コロナ禍でレコーディング大変じゃなかったですか？そうですね、大変でした。なんとか日にちを抑えて、皆さんとプロデューサーさん、ディレクターさん、皆さん集まっていただいて、はい、無事にでもレコーディング終わりまして、ほっとしております。ねえねえ、はい、いや、こんな大変な時にやっぱり新曲リリースなさってすごいなってことを今思ったんですけどね。はい、ありがとうございます。こんな世の中になるとは本当に誰も思ってなかったですよね。本当ですよね。しかも世界中がですからね。はい、そうですよね。はい、ねえ、ところで葉月みなみさんはどうしてボーカリストにね、はい、なられたんでしょうかね。もうこれは小さい頃から演歌歌手になるのが夢で、はい、文集にも書いておりました。そうなんですね。小学校の時の作文っていうんですかね。あ、そうです。どんなこと書いてたんですかね。はい、絵を描いて、自分で着物を着て、なんか歌っている、ステージに立って歌っている着物の絵を描いて、で自分、私は演歌歌手になります、と書いてました。そうなんですね。はい、どうして演歌がお好きなのかしらね。はい、これはきっと育った環境だと思うんですけれども、祖父母も父も母もやっぱり演歌が大好きで、そういった中で育ってきたので、小さい頃から耳がすごく演歌に馴染みがありました。あ、はい、そうなんですね。じゃあ小さい頃の夢が叶ったということでね、はい、よかったですよね。はい、で、この定築エンターテインメントさんから、許さないでねっていう楽曲、6月23日にリリースされるんですけど、その前にも別の活動はなさってらしたのね。あ、そうですね。地元の新潟で、10年以上あちこちで活動させていただいておりました。あ、そうなんですね。はい、ここにプロフィールいただいてますけども、ご出身地は新潟でいらっしゃるのね。はい、そうです。じゃあスキーすごいお上手でいらっしゃるんじゃない？そうですね、スノーボードが大好きで、特技です。そうなんですね。はい、ねえ、それで、あとここにプロフィールの中に素敵な絵と、それから文字の、これは色紙でしょうか？はい、あ、そうですね、絵手紙になります。うん、絵手紙ですか？はい、素敵ですね、これね。ありがとうございます。今こういうメールっていうかね、はい、iPhone 時代でございますけどもね、こういうのいただいたら本当に嬉しいですよね。あ、そう言っていただけると嬉しいです。実際に出して、その後でこうお言葉をこういただいたりするので、とっても嬉しいです。あ、ね、私も、はい、演歌の心でいらっしゃいますね、これはまさにね。 ありがとうございます。それではね、早速ね、葉月みなみさんの
新曲を聴かせていただきましょうか。じゃあ、葉月みなみさんに、新曲のご紹介をお願いしてよろしいですか。はい、かしこまりました。はい、ねえで始まりねえで終わる強がりなんですが、とってもけなげな女性の歌です。許さないでねえ、お聴きください。ねえ忘れるわ、幸せでいてね、これでいいとあの時笑ってみせたけど、その眼差しも穏やかな声も作詞渡辺夏美、作曲檜原さとし、許さないでねえ、葉月みなみさんでお届けいたしました。なんかすごい明るくて温かい歌声でいらっしゃいますね、みなみさんね。嬉しいです、ありがとうございます。お名前がみなみさんだからかなと思いながら聞かせていただきましたけど、はい、ねえ、はい、本格的なこう演歌っていう感じではなくて、これはどっちかっていうと、なんというか青春歌謡みたいな感じがしますけど。そうですね、なんか懐かしい感じもするけど、今の若い方にはとても新鮮な感じの曲じゃないかなと思います。昔の歌声キステで皆さんが歌ったような感じの、なんかそんな感じ。ね、今ね、はい、お若い方は歌声キスタなんて言ったって知らない方多いと思いますけど。そうかもしれないですね。ね、もうなんか本当に皆さんに覚えやすくて、本当にすぐ歌っていただけるような歌ではないかなと思っています。そうですね。はい、それと先ほども申し上げましたけど、葉月みなみさん の歌声がなんかすごく明るくて温かくてね。すごく嬉しいです。こんなのコロナ禍に、はい、みなみさんの歌声っていうのは皆さんにすごいいいんじゃないかなと思って聞かせていただきましたけど、はい、ありがとうございますね。え、はい、で早速なんかコンサートがあるんですよね。そうなんです。この新曲発売記念コンサートを、地元の新潟県は南魚沼市八海山麓スキー場で、コンサートさせていただくことになっているんですが、まあ、このコロナ禍ですのでちょっと予定ということで、はい、ね、詳しくまた、はい、私のホームページのイベント情報を 見ていただければと思います。いや、この627絶対実現してほしいですね。はい、そうですね。だってアウトドアで、ね、スキー場でやられるんですものね。はい、そうですね。いや、この時できなかったらやだわ、こと姫。そうですね、ありがとうございます。私もなんとか願っています。ね、はい、いや本当今ね、どなたもボーカリストさんも俳優さんも本当ね、今ドキドキしちゃいますよね、はい、いろいろやるのにね。はい、そうですね、はい、この八海山山麓スキー場ってどんなとこですか。はい、本当に広くって、緑が美しいところですね。で、はい、冬はもちろん、白銀の世界になるわけですよね。そうです。で、はい、このままでいくと627のこの八海山麓スキー場はどんな感じですか。はい、やっぱり緑がいっぱいになるんですか。そうですね、ちょっと芝生っぽい感じで、近くの道が道路というか
山のところにあるんですが、そこはあのサイクリングができるようになっていまして、はい、自転車でこう通ることができるんですね。ああ、そうなんですね、はい、そうなんです。今は東京にいらっしゃってレコーディングなさったりとか、はい、事務所さんもあの東京の近くにおありなので、はい、うん、東京のこの空気とこの故郷の新潟の空気とやっぱり明らかに違います。吸ってみて。え、違いますね。あの昨年の1月に上京してきたんですけれども、あ、そうなんですね、もう全然違いました。水も違いますし、で今こんなコロナ禍だから一旦東京に行っちゃったら簡単に新潟に帰れないから困りましたね。はい、そうですね。はい、そうなんですね。東京で暮らしてらしてやっぱり寂しくなりません？なりますね。やっぱり恋しいですね。ふるさとは、はい、ね、でご両親にじゃあお電話で元気とかってなさってんの？はい、そうですね。あと LINE ですね、うん、今では。はい、あ、ご両親は LINE をできになるのね。できますね。はい、ね、琴姫 LINE はできないんですよね。そうですか。勉強しようかしら。ぜひ今度 LINE 友達になりましょう。ありがとうございます。いや、あのでもね、あのやはりこう今便利でリモートで何でもできますけどね、やはり直接お会いして直接お話ししてっていうのがやっぱりね一番ですよね。一番ですね、うん、はい、ぜひ今度お会いしたいです。よろしくお願いします。こちらこそ、あの琴姫もね、あの、はい、三軒茶屋のキャロットタワーのいつも最上階にあるサテライトスタジオでやってるんですけれども、はい、また来ていただきますので、ね、はい、ぜひお邪魔させてください。で、はい、葉月みなみさんはあの教師の免許持ちなのね。そうなんです。あの中学と高校の国語と書道の免許を取りました。すごいですね。はい、うん、いや、うん、たくさんじゃ勉強なさったんじゃないんですか。そうですね、大学で一応その母校で教育実習もさせていただいて、何かの資格を取らなきゃいけないな、せっかく大学を、ね、出るならということで教員免許取りました。偉いですよね、はい、それでお勉強だけじゃなくて、はい、スノーボードもかなりの腕前で、腕前っていうのかしら、あのスノーボードのことを特技の方に入ってますものね。そうですね、好きですね。なんかこうバーとかってこう回転みたいのするんですか？あのキッカーというそのジャンプ台には入りますね。まあすごい。どうしましょう。どうしましょう、本当に。よく失敗するんですけれども、大好きです。まあすごいですね、はいはい、ね、文武両道じゃないですけど、そうでしょうかね。よくあのスキージャンプたまに琴姫見てますけど、よくああいうことできるかなと思って、はい、てっぺんのこと怖くないですか、スノーボードで。あ、ないですね。怖くてもやるんだ。やります。そうですか、はい、挑戦します。じゃあきっとこの演歌会でね、頑張ってね、ヒット出ると思いますよ。はい、ありがとうございます。頑張ります。ね、あの、はい、楽しくねお話しさせていただいたんですけど、お別れの時間が来てしまいました。あっという間でした。そんなわけでね、はい、次はね、三軒茶屋のキャロットタワーのサテライトでお会いしたいと思いますね。お邪魔させてください。それまでお元気で頑張ってくださいね。はい、はい、ありがとうございます。それでは、はい、あの許さないでねのカップリングの楽曲のご紹介をお願いできますか。はい、お別れにそれを皆様にお届けしたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは新曲カップリング曲ふるさと慕情という曲なんですが、この曲は私のふるさと新潟を歌った叙情演歌です。皆様のご自分のふるさとを思い浮かべながらお聞きいただけたらと思います。そしてまた前奏、間奏、後奏、フルートの演奏、私がレコーディング参加させていただきました。そんなところもお聞きいただけたらと思います。それではふるさと慕情をお聞きください。はい、ありがとうございました。葉月みなみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。夜はなぜか寂しい。
ふっくら琴姫チャンネル。